やあ、こんにちは。魔女のおばあさん、こんにちはる。実は私、新しくお店を開こうと思ってるんだよ。どんなお店でプルンすか？魔女のおばあさんのスイーツ屋さんなんてどうかなと思ってるんだけど。スイーツ？いるね。美味しそうふわ。ただね、まだメニューが決まってなくてね。どんなメニューにしようか悩んでるんだよね。なんかいい案ないかい？そうるね。今タピオカが流行ってるからタピオカを使ったメニューなんてどうるんか？タピオカか。あの黒い豆みたいなやつかい？私はタピオカ食べたことないからタピオカのメニューなんて作れないね。はい、次。ふわふわのパンケーキなんてどうでくるんすか？パンケーキか。もうちょっと可愛らしいスイーツがいいんだけどね。パンケーキは十分可愛らしいでプルンス。キャラクターを使ったスイーツはどうか？キャラクターを使ったスイーツか。いいね。それは人気が出そうだ。私はすごくいいこと思いついちゃったよ。すごくいいこと？なんだろう？それはね、まず、スイーツを入れる空のカップを2つ用意して、ここに、とっても可愛いキャラクターのプルンスとフワを乗せて、ここに、魔女のおばあさん特製、ドロッドロソースをかけていきます。はい、ドロドロもベッタベタ。とっても可愛いスイーツの出来上がり。プルンスのドロドロプルプルパフェと、フワのふわふわドロドロパフェだ。このメニューでスイーツ屋さん大繁盛させちゃおうと。これで大儲けだ。ひどいる。プルンスとフワをスイーツにしちゃうなんて。こりゃ可愛くて人気が出そうだね。確かに可愛いけど、魔女のおばあさんは大きな間違いをしてるのよ。大きな間違い？なんだいそれ。このスイーツ、とっても可愛いし、人気が出るかもしれないけれど、フワも、プルンスも、スイーツじゃないから、食べることはできないる。ガーン、そうか、大切なことを忘れてたよ。プルンスはプルプルのゼリーだと思ってたけど、宇宙人だったね。フワもふわふわの綿あめかと思ってたけど、食べることはできないね。ソウル、二人ともスイーツじゃないから、この二人でスイーツ屋さんはできないの。はい、ロンパル。くー、じゃあ新しいスイーツのネタ探さないといけないね。こうしちゃいけない。原宿に行って流行ってるもの見てこようっと。ふぅ、よかったら、プルンスのフワも魔女のおばあさんのスイーツにされずに済んだる。でも、このスイーツ、ベッタベタで。なんだか気持ちが悪いわ。助けてほしいわ。よし、ベタベタでドロドロの二人を助けてあげるるん。まずはプルンスから。ああ、なんかくっついちゃってるな。よいしょ。よいしょ。このベタベタは何だろう？よし。これで救出大成功るん。スイーツのドロドロベタベタが気持ち悪くて最悪だったでプルンス。次はフワも助け出してプルンスよ。次はフワも助け出せるん。よいしょ。よいしょ。ベタベタを取って。頭にくっついてるベタベタもきれいに取り除いて、これで二人とも元通りるん。よかったふわ。救出大成功でプルンスね。今度は魔女のおばあさんにベタベタスイーツ、ドロドロスイーツに閉じ込められないように気をつけてね。
それじゃあ今日はこの辺でる。じゃあね、バイバイルー。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。